ナライラマ11世、ケイドゥプギャツォは、チベット仏教ゲルク派の有力な天章系譜で、観音菩薩の化身とされる、勝者王の11代目。ケイドゥプギャムツォ、ケイドゥブ、ギャムツォ、ケイドゥプギャンツォとも表記される。東部チベットのガルタルの生まれ、父は、セタンドンドゥップ、母は、ユンドゥンブーティ。1842年から死去する1856年までの間、 元殿ポタンを行政府とするダライラマ政権の主張の座にあった。22歳に達する前に亡くなった4人のダライラマのうちの一人である。1837年、政務を拒否していたダライラマ10世ツルティムギャゾが万21歳の若さで宣言した。公式には体調優れず病死したとされる。しかし、彼は、 必ずしも摂生、セモンリン、ワン、ジャンベル、ツルティムの内政に同意を与えてはいなかったため、内々には摂政によって暗殺されたのではないかと、囁かれた。後に、ダライラマ11世となる子が生まれたのは1838年11月、チベット東部カム地方の北ガルタルにおいてであった。父は、セタンドンドゥップ、母は、ユンドンブーティである。10世、ツルティム死去後、 天生者の創作が行われ、1841年、まだ2歳であったこの子が認定された。時のパンチェンラマであったテンパイニーパはこの子に対し、低発の儀を取り行い、ケイドゥプギャツオの創作、11世の生まれたカム地方のガルタルは、かつて、ダライラマ7世が流亡生活を送った地であり、ラサをはじめとする中央チベットと、東部辺境地域とのつながりは、一層深められたこととなる。 ダライラマ11世、ケートプギャツはダライラマ十一世の在位期間は約14年間であったが、その間チベットは、四国王国に侵入する南西のカシミール地方のドーグラー勢力との間に、ドーグラー戦争、南に隣接するネパール王国のゴルカ朝との間で、発生したネパールチベット戦争を戦い、清朝もまたアヘン戦争の敗北とその後の、 太平天国の乱の混乱により、いずれの戦争でもチベットに援軍を差し向ける余裕がなかったため、東アジアに対して従来行使しててきた影響力を弱めた。一方、内政にあっても11世即位時の折衝セモンディ人に対する広範な排斥運動が起こるなど、ち、要請したダライラマ10世の治世晩年、宿王国のドーグラー勢力との間で構想が起こっている。 1834年、ドーグラー王のグラーブシングがラダックに侵入して、これを併合、ラダック住民の多くがチベットに亡命した。ダライラマ空域の1841年には、ゾーラーワルシング将軍に指揮された祝軍、ラダック軍が、チベット西部のガリ地区に侵入して、ドーグラー戦争が勃発した。ガルトルトクの市外は占領され、チベット軍は反撃したがラダックで敗れた。 清は、アヘン戦争のため援軍を派遣することができなかった。度重なるドグラーの侵入に対し、チベット政府は、大臣するカンゼテンドルジを将軍に選んで応戦し、ゾーラーワルシングを戦死させて優勢に立ったが、イギリス人との接触で近代化された、新王軍の強力な兵器に歯が立たず再び、敗北した。一進一退の中、チベット政府は、将軍者たワンチュクギエルポと。 ウーツアン地方の兵を小詰めとして派遣して、反撃を強めた。11世、ケイドゥプギャツオが即位した1842年、ガリオ、ようやく奪還。同年9月には、ラダックの中心と市令において朝廷がなされた。ダライ・ラマ10世が幼少だった1819年に、摂政となって、権力を握ったゼモン・リン・ワン・ジャンベル・ツル・ティムに対し、ラサの住民は、大きな不満を抱いていた。 ダライラマやパンチェンラマのみに許された、豪華、荘厳な身なりを誇示し、貨車を無力化して、ラサ三大寺のデプンデラとガンデン寺を粗略に扱って、自らの出身寺院であるセラ寺を優遇したからである。十世死去に際しても摂政による暗殺が囁かれた。十一世が即位して三年目の1844年、ついに摂政ツェモンリンの排斥運動が反乱と化し、チベットは、 危機的状況に陥った。チベット政府とチベット国内の大臣院がこの状況を、清朝第8代の同皇帝に訴えるや、同皇帝は、バ番として、毅然を派遣した。チベットに赴いた毅然は調査の結果、摂政と大臣院との関係が不和であることなどをつかみ、摂政モンリンの範囲と流刑、また、葛者の権力の復活を決めた。 セラジュの一学堂の僧侶たちだけは、この決定を不服として、反乱を起こしたが、すぐに地圧された。未だ幼少の11世を補佐するため、毅然はパンチェンラマ7世、テンパイイイパーに摂政職就任を依頼した。こうして、1844年9月からの約8ヶ月、チベットはパンチェンラマによって統治されることとなった。ただし、 この混乱の間実験を握ったのは、ドーグラー人との戦争で、半ば勝利を収めた功績者者た、ワンチュク・ギエルポであった。現在のポタラグル1845年5月、摂政職は、ラデントゥルクへと移された。1849年、11歳となったダライ・ラマ11世は、パンチェン・ラマ7世に、相門の誓いを立てた。なお、この間パリ外国選挙協会の選挙師が、 東チベットに到着している。1852年から1853年にかけてチベットとネパールの間で国境紛争が起こっている。チベットの富を戦死したグルカ帝国は1855年、チベット政府に対し最後通告を突きつけ、これに対し、カシャ、セッショーアンバンが南部国境地帯に証拠を吐き、戦闘は敗戦続きで、 1856年1月以降、シャタ大臣が中心となって、ネパールとの交渉を進めたが、太平天国の内乱で混乱している新朝は、講和会議には単なる立ち会い人の立場でしか参加できなかった。新条約、タッパタリ条約によってチベットは領地こそ失わなかったものの、グルカ帝国の従属下に置かれ、 ネパールに対し毎年1万ルピーの年貢を支払わなくてはならないこととなった。さらに、チベットはネパール人のチベット地での違い方権を約束させられた。1855年、摂政ラデントゥルクはダライラマ11世に権力を譲渡した。しかし、これもわずか11ヶ月の間に過ぎなかった。ダライラマ十一世は、 若年にもかかわらず、チベット国民の支持もあって、短い知性の間チベットの再生の長としての役割を果たしたと言われる。彼はまた、猿と鳥の物語なる著作を成しているが、これは18世紀におけるチベットとネパールの間の戦争を封印していた。1856年1月31日、彼はラサのポタラグーにおいて17歳の若さで急止した。 その死は謎に包まれている。11世の死により、ラゲンセッショが2期目を務めることとなり、早速12世探しが始まった。この後、ラゲンセッショとシャタ直命大臣が権力をめぐって構想し、チベットは再び政治危機を迎えることとなった。なお、上述したように9世から12世までの4人のダライラマはいずれも創生しており、木村久雄は、その著書、 チベット先行10年の中で、成人前後に救世した10世、11世、12世の3人は、毒殺による死であると推定している。ありがとうございます。